こんにちは、Vlog です。ワクチンを打ちに行って市役所に行こうと思ったんだけども、電話で問い合わせてみたら今住んでる市役所と前住んでた市役所とどちらでも書類が取れない、5月まで待ちまいっていうことが分かり、帰宅して帰宅途中に味付きのお肉とナスビを買って家帰ってきて、ご飯炊いて焼いて待っているところです。なんだかんだほっともっとしようか迷ったんだけども、いやいやちょっと今週は切り詰めないとまずいぞって思って、ちゃんと自炊をすることを頑張ろうって思ったところです。また花粉がすごい飛んでるから咳が出てきたねって思いながら、ちょっとね、シール貼り替えたりちゃんと薬飲んだりとかしようとしているところです。そんな感じです。そしたらまたね、バイバーイ。